皆さんこんにちは。今回のご紹介なんですけれども、こちら今これグローボックスなんですが、この中に今何が入ってると思われますでしょうか。開けてみたいと思うんですけれども、こちら、はい、ここの上のところなんですけれども、デジボックスっていう風に書いてあるんですが、今回ご紹介する製品はこちらになるんですけれども、なんとこの製品は今までのこういった地デジチューナーに代わる製品となっておりまして、ネットで地上波が見れる。で、また日本の地上波だけではなくて世界各国の地上波が見れたり、またAI ボックスですね、有線のカープレイ、 Android Auto がついてないナビでもネットが使えてしまう非常に画期的な製品ということで、今回皆様にご紹介をしていきたいと思いますので、ぜひ興味のある方は最後までご覧になっていただけたらと思います。それではまず車で使用した例ということでご紹介をしていきたいと思います。はい、今これ久しぶりにこのカロッツェリアのパイオニアのナビをつけたんですけれども、これ実はこのデジボックスで映像が映されているというものになっております。で、一度戻すんですけれども、ホーム画面がこういったホーム画面になるんですが、先ほど冒頭でご紹介した通りなんですけれども、テレビが見れてしまうということで、こちらなんですけれども、はい、このキャット TV っていうところですね、ここを開きます。そうしますと世界各国のテレビがネットで見れてしまうということなわけなんですけれども、まあ、少し触れていきたいと思うんですが、今こちらは初期化をしているということで、これ Wi-Fi 接続をする必要があるんですけれども、 Wi-Fi に接続されていれば、はい、なんとこの NHK、 これ NHK の大阪なんですけれども、テレビが見れてしまったりだとか、あとはこちらなんですが、これは NHK 総合ということなので関東なんですけれども、関東の NHK も見れたりすると、まあ、いうことになります。で、もちろん TBS であったり、はい、またなんとこのワウワウとかも見れたりするんですよ。はい、これライブ中継なんですけども、こういったものまでね見れたりする。これはもう地上波の領域を超えた世界の話になってくるわけなんですけれども、で、あとワウワウシネマですね、こういったものまで見れてしまう。もうこれね、すごいなって正直思うところなわけなんですけれども、まあこういったものが見れると、まあ、いうことになります。で、さらにね、これ見れるというのは、またさらにこれ今ここにジャパンって書いてあるんですけれども、例えば韓国のテレビ番組が見れたりとか、また UK、 イギリスですね、イギリスのテレビ番組が見れたりとか、はい、このようにイギリスのテレビ番組見れたりであるとか、で、またカナダ、はい、見れたりとか、もうね、世界各国のねテレビがね見れてしまうっていうことですね。こういったところがね、導入するメリットとしてものすごい高いと、まあ、いうことになります。またこちらなんですけれども、コアラ TV というものもあります。このように番組が見れたりとか、先ほどご紹介したようにこういったブルーレイのコンテンツであるとか、まあ、映画が見れたりとか、あとこれコマンド見えちゃうんですね。これ Amazon とかですとね有料だったりするんですけれども、こういったものまで見れたりします。はい、さらに細かくサムネが映し出されるわけなんですけれども、まあ、こういったものが見れるようになるということになります。で、こちらはなんとこれ真田広之さんの将軍ですね。これかなり新しいやつなんですけれども、こういったものまで見れてしまうということで、まあ、これはねかなりねちょっとびっくりしているところではあるんですけれども、まあ、こういったものもなんと見れるということになります。またこのデジボックスなんですけれども、ここにも書いてあるんですけれども、モバイルアプリということで、アプリをダウンロードすることによってスマホでも使える機能というのがあるみたいです。で、今回私は iPhone なのでレビューはできないんですけれども、 Android 端末お持ちの方はぜひこちらの機能というのも試していただければと思います。
戻ろうと思うんですけれども、さらにこれのメリットというのがありまして、ネット回線を使っております。 2.4G それから 5.8G といいます2つの周波数帯を使ってネット受信をしてテレビに映し出していると、まあ、いうことになっております。非常にこういった地デジチューナーを使うよりも安定しているっていうところが非常に大きなポイントになります。で、もう一つは何かと言いますとこちらです。このカロツェリアのナビ自体なんですけれども、これ自体にもチューナーっていうのがねついてます。で、これとね比較してもらえればねすごくわかるんですけれど、この DTV っていうところを押しますと、これも地デジチューナーがついておりますので、まあ、電波受信をしてテレビを見るんですが、このカロツェリアのね、パイオニアの製品であっても、受信ができない場所っていうのがね、やっぱどうしてもね、出てきてしまうっていうことなんです。で、先ほどのは、フジテレビだったんで、これフジテレビ繋げてみようと思うんですけれども、ここね、すごくね、電波受信がね、悪いところなんですけれども、はい。電波のね、受信ができませんってね、出てきてしまうんですね。で、これまあ AUX で繋いでます。まあ繋ぎ方に関しましては後ほどご紹介するんですけれども、このようにフジテレビの番組なんかも特に電波受信感度っていうものを気にしなくても常にこう安定してテレビが見るということができるっていう点ですね。そこがね、すごく大きいポイントになります。で、もう一つ大きなポイントっていうのがありまして、これもうすでに綺麗に映っていて、まあモザイクをね、今ちょっとかけてる状態なので、実際には購入して見ていただかなければわからないところではあるんですけれども、ドライブレコーダー等をつなげていたりとか、まあその他電波干渉につながるようなガジェットを使用されていても、テレビの視聴を阻害するようなことっていうのがないということになります。よくね、ありがちなのがですね、例えばこちらなんですが、こういうデジタルミラーを導入をしましたと。導入したのはいいんだけれども、これ導入したらば、今まで見ていたテレビが映らなくなっちゃったっていう方っていうのがね、こういらっしゃると思うんですね。で、それはデジタルミラーの仕様によっても異なってくるところではあるんですけれども、このデジボックスに関しましては 2.4GHz 帯 5.8GHz 帯の Wi-Fi を使っていて、 Wi-Fi を使って地上波を映し出しているので、電波干渉というのがこの地デジチューナーと比べるともうほぼないというぐらい受信感度が良くなっているということになります。そこもね、非常に導入する上で大きなメリットになってくると、まあ、いうことになります。グローボックスに戻るんですけれども、まあ、本体の仕様をね、少し見ていこうと思います。私、今回、車に取り付けをしたんですが、これ、もちろん、家庭用として使うことも可能になっております。じゃあ、どのようにつけたのかっていうことで、まあ、仕様を見ながらご紹介していこうと思うんですけれども、これ、なんと、このアンテナをね、立てた状態でも、グローボックスに入るぐらい、非常にコンパクトな設計になっています。でこのような形で取り出すことができると、まあ、いうことになります。で、これが筐体になるわけなんですけれども、まず表を見ていくと、まあ、表これは赤と青と点灯するようになってるんですけど、青に点灯しておりますと、もう普通に使える状態ということになります。赤ですと、まだスタンバイの状態であると、まあ、いうことになります。で、ここにデジボックスというロゴが入っておりまして、こちら側は特に何もないんですが、こちら側になりますと、ここに USB ポートが4つ付いておりまして、まあ、後ほどご紹介するんですけれども、これがコントローラーの USB の受信機、こちらがメモリースティックになります。後ろなんですが、IR、これ音声出力になるかと思います。で、この AV というのがあります。これおそらく RCA を使う場合に使うんじゃないかなと思うんですけれども、こちらも付いております。で、これがイーサネットですね。ケーブル、まあ家庭用で使う場合はまあこういうのを使っていただくと非常にいいかと思います。でこちら今つないでるのが HDMI で、こちらが光端子の音声出力のケーブルで、これが電源ケーブルと、まあ、いうことになっております。で下を見ていただきますとこのように、でこれはね
AI ボックスと同じで、RAM と ROM の容量っていうのが書いてあって、4ギガの64ギガバイトなので、今、売れ筋が AI ボックスと同じだけのメモリの容量を持っている製品となっていると、まあ、いうことになっております。で、私の場合は、このグローボックスの中なんですけれども、このように取り付けをして、で、このアンテナ自体を立てて、使っていると、まあ、いうことになります。で、これ自体なんですけれども、この付属のアダプターあるんですが、これだとね、家庭用で使う分にはいいんですけど、車用で使うっていうのだった場合、この AC 電源がね、取れない車も多いと思うんですけれども、これ自体を 5V の USB ポートに変えてあげれば、車で使うということができます。この電源ケーブル自体は 5V の USB ポートになっております。それを使って USB に接続して、給電をしているということと、あとこの HDMI に関しましては、これは先ほどご紹介したカロツェリアのパイオニアのナビに入力していると、まあ、いうことになります。それによって車でも使用することが可能になってくると、まあ、いうことになります。でまた、はい、閉めていただければもうスマートにね、地デジチューナーと同じような形で使えてしまうということなわけなんですけれども、地デジチューナーの場合ですね、ちょっとね、めんどくさいところがありまして、例えば、このアンテナの入力、こうありますよね。4つアンテナありますよね。で、このアンテナ自体を、このガラスフィルムっていうのを貼らなきゃいけない。ガラスフィルムアンテナをね、4つもね、貼らなきゃいけないということになりまして、まあ、これはね、社外品のものなんですけども、こういったね、ケーブル類がね、必要になります。これをね、ガラスにね、貼らなきゃならないっていうことと、また、この同軸ケーブル自体も、引かなきゃならないという、めんどくささっていうのがあるわけなんですけれども、このデジボックスっていうのは、そういったことが一切ない。で、しかも、電波受信感度も非常に高いので、映像が途切れるということも、ほとんどないと、まあ、いうことになります。で、また先ほど言ったんですけれども、電源取らなきゃいけないですよね。地デジチューナーの場合はこういったね、電源しか入ってなくて、まあ、これになってきますとね、フューズボックスから電源を取らなきゃいけなかったりとか、これエーモンの2芯のシガーソケットなんですけど、まあ、こういったものを用意して、アクセサリー電源から電源をまあ、取るといった、まあ、そういうことをね、やらなきゃいけない。ですけども、このデジボックスに関しましては、5V の USB ポートで電源を取ることができますので、まあ、そういったこともね、一切必要なく、USB ポートにつないでしまえば、電源を取ることができるということになります。この USB ポート自体はですね、付属品として設定されていないので、概要欄にリンク貼っておきますので、それを使っていただければ、車でも簡単に給電することができると、まあ、いうことになります。次にインターフェースもね、触れていきたいと思います。このインターフェースもね、ものすごく使いやすくて、もう皆様におすすめできる製品となっております。で、まず一度ね、エンジンね、止めたいと思いますので、そこから見ていただければと思うんですけれども、で、こうエンジン止めます。で、エンジンスタートします。で、これはもうナビゲーションの仕様によって設定の仕方が変わってきますので、操作に関してはナビの取説等を見ていただければと思うんですけれども、で、私の場合は、この AUX というところですね。ここに出力しています。で、これ今信号 IOI またはありませんって書いてあるんですけど、これまた別の地デジチューナー付けてあって、で、切り替えなきゃならないっていうのがちょっとあるんですけれども、はい、そうしますと切り替わります。これはね、直接ダイレクトに HDMI ケーブルを使ってこのナビに入力してしまえば、いちいち切り替える必要っていうのはもちろんありません。それはもうナビの仕様によって異なっていきます。で、ここからなんですけど、これがホーム画面になっておるんですけれども、これどういう風になっているかと言いますと、インターフェースをご紹介しながらやっていきたいと思うんですが、こういうリモコンがついております。まあこれ Fire Stick 等でもね、ついているようなリモコンなんですけど、こちらと、また、こちら。これまあオプションになってくるんですけど、この2つのリモコンがついています。これね、同時に使うこともできるようになっておりまして、例えば、私は前ではこれで子供たち後ろなので子供たちはこれを使って操作をすると、まあ、いうことができるようになっています。でここからなんですけど、はい、もうこれでねすぐこの十字キーありますけれども、今まで
AI ボックスにあったようなペアリングをしないとね、このリモコンが使えないっていうことがあったと思うんですけど、そういったことが、ね、一切ないんですよね。普通にもう起動したらすぐにこうリモコン取って十字キーを押していただければ操作することができると、まあ、いう点、もうこれがねまずとにかく使いやすいところになります。でこれ自体は Wi-Fi を使っておりますので、まあ、ここのところなんですけれども、まあ、Wi-Fi 設定はね事前にしておく必要っていうのがあります。で Wi-Fi はねこちら使ってるんですけれども、これね本当に使いやすくなりましたね。ポッドキャストの P3 ライトなんですけれども、これ自信を持ってお勧めできるんですが、有線対応の CarPlay Android Auto であればネットが視聴できてしまう優れた AI ボックスなんですけれども、まあ、残念ながらねこのカロツェリアのパイオニアのこのナビっていうのは CarPlay とか Android Auto とかがまだ導入される以前のナビになっているので、この AI ボックスっていうのがね使えません。なので、まあ、そういう場合は、まあ、冒頭でもご紹介した通りなんですけども、まあ、デジボックスを使っていただくことによってこの AI ボックスと同じことができるということなんですけれども、まあ、今回何が言いたいかと言いますと、このオッドキャストなんですけれども、ナビの拡張ポートにつなぐ USB ケーブルともう一つ給電ポートがついているんですけれども、今回これ給電ポートだけつないで、なんとポケット Wi-Fi として使うこともできるということなんですよ。ここから電波を発信して、でこのデジボックスにつなげていて Wi-Fi を使っていると、まあ、いうことになっております。こちらの P3 ライトなんですけど、動画で細かい詳細についてご紹介しておりますので、ぜひ見ていただけたらと思います。ネットを一度つなげておけば車のオンオフだけで連動してすぐに使えるようになるということで、特に設定っていうのがもう必要ないということになります。でテレビを見たい場合というのはこの CAT TV というのを選択していただければ、はい、このような形で見ることが可能になります。はい、こんな感じで見ることができる。でまた戻りたい場合はこのホームボタンを押していただければ戻ります。またこのキャット VOD っていうところを選択しますと映画を見ることができます。映画と言いましても古い映画じゃなくて比較的新しめの映画を見たりすることも可能です。でこれ自体はもちろん無料で見ることができるというところが非常にセールスポイントとして高いところになってくると、まあ、いうことになります。で次はこちらなんですが、キャットバックっていうのはスポーツ番組のライブ放送ですね、主に見たい場合はここを選択していただくことによって視聴するということができます。はい、このようにスポーツ番組のライブ中継っていうのを見ることもできるし、でまたここでもね映画を視聴するということもできるようですね。このように見ることができると、まあ、いうことになります。であとはこちらなんですけども、まあ、もちろん YouTube このように見ることもできます。すごいですよね、地上波が見れてなおかつこれ YouTube まで見れちゃうんですからね、非常にすごいなと思います。このように最近流行ってるこの APT ってやつですね、まあ、こういったものを見ることができる。これもまさに AI ボックスですよね。 AI ボックスと同じような感覚で CarPlay Android Auto が使えないナビでも使えてしまうっていうところがねすごいところかなと思います。はい、このような形で視聴するということもできますし、でまたここの詳細アプリもっといろいろあるんですが、この Google Play ここでダウンロードしていただければ、 AI ボックスと同じ要領でねダウンロードしていただければ、いろんなアプリを使っていただくということが可能になります。でこちらはですね YouTube、 これ私のアカウントの YouTube なんですけれども、自分の見たいテレビ見たい動画があればここを探してね見るということも可能です。でもう一つねテレビ番組あって、このアダルトコンテンツキャットホットっていうねコンテンツがあるんですけれども、まあこれをね見るということもあります。これエロ番組なんですけれども、そのためにパスワードをね設定しなければならない、868686というねパスワードを設定していただくことによって、このアダルト番組というのも見ることができるようになります。で今まではこのリモコンでご紹介したんですけども、このリモコンがねまたね非常に使いやすいということなんですね。全席ですとこちらのリモコンが使いやすいんですけれども、座ってる人間はねこちらの方が使いやすいです。これね見ないと使えないやつなので、運転手がね使うとなるとちょっとね危ないんですけれども、これねいいんですよ。このようにバックライトがついておりますので、暗いところでも見えてしまうということになります。でここをねカーソル
このように今動いてますけども、はい、これ特にね、繋がなくてもね、もうそのまま使えばね、カーソルが働いてくれる。すごい使いやすいです。で、私9歳の女の子2人いるんですけれども、もう普通に使いこなしちゃってます。そのぐらい使いやすいものになってます。まあ YouTube 見たい場合は、ここね、このような形で指で、で、このようにタップしていただければ、すぐに見れてしまう。はい、このような形で、十字キーを押していただくことで、選曲するということもできるようになっています。これ非常にね、使いやすい。で、あとは、動画を見るだけじゃなくて、例えばなんですけれども、もう一度ホーム画面戻るんですが、この Google をね、使って、何か調べたいっていうこともね、あると思うんですよね。で、そういった場合はね、こういったコントローラーの方が重宝すると思います。で、これ先ほどのなんですけど、もう一度このデジボックスのサイトっていうのを検索していこうと思うんですが、で、このように、はい。で、このような形ですぐにね、検索ができるということで、まあ、こういったね、リモコンですとね、いちいちこのね、カーソルをね、こうやってカチ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 やんなきゃいけないから、すごい時間かかるんですけれど、こういったパソコンと同じようなキーボード式のものになりますと、かなりね、使いやすいですし、こういった車の中でも簡単に検索したいサイトを検索するということもできるので、車の中でも使いやすいネット環境を整えたいという方は、このリモコンっていうのはね、すごくね、使いやすいです。だからこれとこれを持ってるとね、もう最強だと思います。前の人間はこれで操作して、後ろの人間、または助手席に乗ってる人間はこれで操作すると。まあいうことができるようになると。まあいうことで、もう非常にね、使いやすいテレビボックスであるということを皆様にご紹介できるかなと思います。はい。ってことで今回なんですが、AI ボックスでもなく、地デジチューナーでもなく、Fire Stick でもない、こちらのデジボックス、これテレビボックスと言っていいんでしょうかね。こちらの新しい製品のね、ご紹介をさせていただきました。なんと言いましてもですね、このカープレイとか Android Auto が使えないナビでもネットが使えてしまうという点、まずそこが大きなセールスポイントになってくるんじゃないかなと思います。で、もう一つは、なんと言いましても、地上波がストレスなく見れてしまうということ。で、また、映画が見れたりとか、スポーツのライブ放送が見れたり、そして AI ボックスと同じような YouTube が見れたりとか、まあその他、ネット環境、Chrome であるとか Google、まあそういったものまでですね、使えてしまうということで、もう正直言いまして、もう最強と言ってもいいカーガジェットになり得る存在になってくるんじゃないかなと思います。また今回、車のガジェットとして、このグローボックスの中に設置する例で今回ご紹介したんですけれども、電源自体は USB ポートをつなげば使えます。で、また HDMI、これは映像の出力ですけれども、ナビに接続するだけで使用することができる。で、HDMI ポートに関しましても、HDMI to HDMI じゃなくてもよくて、HDMI to RCA にして、接続していただくということも可能になります。変換器っていうのがありますので、まあ、それを介してつけていただければ、古いナビ等でも使用するということができると、まあ、いうことになりますので、もうぜひですね、こちら、おすすめしない理由というのがないかなと思いますので、詳細、概要欄に貼ってございますので、ぜひ興味のある方はそちらの方をご覧になっていただけたらと思います。それではまた次回の動画でお会いできることを楽しみにしております。失礼をいたします。